はい、どうも、カパインチョです。じゃあこの動画でね、経済のお話いきましょうかね。なんかこの日本はまだ戦えると、これ世界のこの株式、時価総額ランキングっていうのが発表されてね、日本が3位だったらしいんですよね。で1位がアメリカ、2位が中国で、3位が日本で、4位が香港、5位がカナダ、6位がインド、7位がサウジ、8位がフランス、9位がドイツ、10位があの国っていう、そういう感じだったらしいんですよね。まあそれぞれなんかこの金額とかね、まあこの辺はちょっと、まあちょっと後で画像にして載せときましょうかね。興味ある人はね、このググって調べていただいても結構だと思いますけども、これね、これだけ見ると、あ、そうなんだ、っていう感じなんですけど、これ、あの元のソース当たるとね、まあいわゆるこの日本下げをする、なんか日本はね、昔はね、バブルの頃はこうこうこうでああでみたいな。でもね、それと比べたらね、没落、まあなんかこう日本没落ネタって言ったらいいのかな。まあなんかそういう感じのよくあるパターンのこのマスコミの記事なんですよね。だからまあ世界の株式時価総額ランキング、日本はね、世界3位なんだけども、没落は止まらないと。まあこう来るわけですよ。そうね。いいんじゃん、沈めばじゃあ。大したことはもうなんかこう気にするまでもないですけども。まあ一応じゃあちょっとね、途中まで見ていきましょうかね。企業のこの価値や規模を示すこの株式時価総額、30年間の推移を見ていくとね、バブル期より増加していることが分かりましたと。しかし世界と比較してみると、まあどうにかしてこのね、日本もうダメだと。なんか日本をオワコン化させたくて仕方がない。なんでこういう人たちがね、やたらとこの幅利かしてるのかもちょっとよく分かんないですけどね。いやだからって何の裏付けもデータもなんかそういう根拠もなくね、やたらとこう自分をこの強く高く大きく見せる、そんなことする必要もないんですけども、やたらとこうなんかこう卑下するっていうか、こうね、下げていく必要もないですよね。なんでかなって、まあそういう国民性というか、まあそういうね、戦後そういう教育をね、させられてきたとかね、いろいろね、見てけば、細かく見てけばあるとは思うんですけども、そろそろなんかね、もうちょっとこのバランスよくやれねえもんかなって思うわけですよね。まあこの手の記事で、まあ僕も結構昔からありますけどもね、最近だとほら、この平均給与、ね、年収とかですかね、会社員のこの平均、この月給とか、あと年収とかの話なんかもね、世界中上がっているのに、日本は全然、30年間なんかもう全然みたいな、まあそんな話もよくね、去年とかよく聞かれましたもんね。では、話戻りますが、日本の株式、時価総額バブル期と比べて 199% と、これもなんか増えてると。で、まあニュースを見ているとね、株式時価総額というワードをよく聞きます。そんなよく聞きますかね。なんとなく知った気になっている人のために、今一度おさらいですが、そもそも株価は各企業が発行し、もうこの辺はいいか。そんなのわざわざ見てもしょうがないですけどね。で、まあこの株式時価総額とやらが日本は世界3位ですよと。で、まあ世界と比べてみましょうと。世界銀行資料によるとトップがアメリカ、実に世界の株式時価総額の4割以上を占めていると。で、2位が中国で、10% ちょっと割合にするとね。で、3位に日本がランクインしているって言ってるんですよね。で、結局これ書いた人は何が言いたいのかな。まあ結局さ、このバブルの頃絶頂期と比べてね、なんかな、寂しい感じだなみたいな、結局なんかそういう、あれだよ、バブルが弾けて何年かの間に、このその辺にそこら中にいたさ、俺もあの頃はよ、ブイブイ言わせてよ、ね、羽振りも良くてさみたいな、そういうおっさんいっぱいいましたよね。あれをまだやってるってことだ、マスコミは。めんどくせえな。これは何て言うんだっけ、老害でいい、合ってる。っていうか、なんだろうな、あれか、あえてこういうランキングでちょっと面白おかしいところを見出すとすると、やっぱりあの10位にランクインしたあの国じゃないですかね。もう国民全員で借金して借金して借金しまくって10位っていう、そういうことでしょ。なかなか涙ぐましい努力をされてるじゃないですかね、自分の人生をかけて。そう考えたらちょっと面白いかな。まあもう一個のチャンネルの方がね、ちょっと今活動休止中なんでね、あえてメインでは取り上げませんけど、多分もうこういうニュースが飛んできてるってことは、これを見たね、あの国の人たちがね、あの国のメディアがね、
なんだっけ、ほら、ドイツやフランスに並んだとかね、うん、だからこれに英国、ね、イギリスが入っていないんで、うん、英国を抜いたとかね、大喜びしそうな数字じゃないですか。絶対多分そういうニュース多分飛んでると思うんですけども、まあ、今日ちょっとそっち系はね一切確認してないんで分かりませんけどもね、うん、ただこれ2020年の時点での数字なんですよね。だからそのそもそもこんなランキングをわざわざ今頃引っ張ってきてね、うん、日本はもうみたいなことをねこのわざわざ言っている。でこのねこの興味深いのはこの2位にさ入っているこの中国ですよね。2020年でしょ。中国のほらねこの不動産がもうなんだろう絶頂にこの最高値のタイミングだったと思うんですよね。もうだって去年からでこともう今年にかけて全然違うじゃないですか状況がね。え会社が飛ぶだの飛ばないだの飛んだ飛んだ飛んだみたいなそんな話ばっか聞こえてきてますもんね向こうからは。うん、だからもう正直このあんまり意味がないと思うんですよねこの数字自体に。だから結局これ書いた人がねなどこに向けてどういうつもりでね、うん、発信してんのかっていうのとあとは10位の人たちがちょっと面白いかなってメインで取り上げるほどではないんだけれどもっていうことでね。うん、だからまあそうだな、だから2位から10位までを足してようやく1位のアメリカに匹敵っていう点も、まあ、ちょっと興味深かったりするのかな。うん、まあでもこういうのを見てさね、うん、あの人たちはもうね、うん、実質3位の日本もね抜いたみたいな感じで、だからよくほらね、彼らが大好きなある有名なねこのなんだっけ、ハイテク産業が企業があるじゃん、うん電子みたいなところが、うん、あれがよくこの時価総額がこう抜いたのなんだのってなんかそういう話をよくしてたじゃないですか。うん、だからこの手の話は多分ね、うん、時価総額抜いたってほら散々言ってたじゃないですか。うん、だから多分ね、あの国のメディア版のこの記事が多分出てると思うんだけどな。うん、ちょっと残念触れられないんだわ。まあいいんですけどね、こんなしょうもないしかも古い記事でね大して意味もない、うん、こんななんかこう日本下げの記事にもう日本は終わったってよみたいな日本のマスコミがそう言ってるぞもう日本は戦えねってよみたいな、うん、まあそんな感じでなんかあれなんで、うん、まあいいんじゃないですかね、うん、特になんか我々日本生まれの日本人たちの日本国民は特にこの気にする必要は、うん、ないと思いますけどね。てか気にしてる人もいないと思いますけどもね。うん、でも多分あの国の人たちはほらね、うん、もうなんか背中が見えていると、ね、うん、だからもう例えばそうだなせいぜい3倍の差しかないから格差をね、うん、ファンドに空売りされたらあっという間に逆転するよみたいな感じで、うん、まあ盛り上がってる人もなんかいそうですよね、うん、いいんじゃないですかだって世界3位なんて言われてもさどうでしょう我々一般の日本国民になんか生活になんかこう実感するレベルでなんかありますかね。なんもないですよね、うん、だからほら3位でそのレベルなんだから10位なんてもう本当ね、うん、風吹いたら吹き飛ぶレベルだと思いますんでね。だからまあいいんじゃないですか精神的勝利法っていうやつをね、うん、なんかもう聞かせすぎてなんかもう酔ってる感じであの人たちはあの人たちでいいと思いますんで、うん、我々にとってはもうこんなもんね出されたところではいはいって感じですけどもね、うん、だって時価総額偏重ってそもそもどうなのって、うん、なんかピンとこないですもんね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。